はいどうも、ノベリオテギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのなんですけども、まあね、一昨日とそして昨日に関してはですね、皆さん本当にですね、お騒がせしました。まだですね、まあ完治はしてないものの、ウイルス性の胃腸炎だったということで、何それって思う方はですね、ぜひよかったら昨日の動画、そして一昨日の動画をですね、見ていただければですね、まあ僕の今の体調っていうのがわかるんじゃないかなと思っております。まあ、ちなみにですね、今日もリアルタイムで撮らせていただいておりまして、今ですね5月30日日曜日11時4分に撮影しております。まあね、今からですねもうやっていくんですけども、体温もですねちょっと測らせていただきたいと思います。まあ実際ね、今ねどんな感じかと言われたらですね、正直熱はね下がってきました。もう熱下がってきて、そしてまああとはですね、もうあと下痢ぐらいかなと思っております。まずもう最後のですね、もうなんだろう、ラストスパートで言うのか分かんないけども、まあその下痢のオンパレードでございますね。まあ見てください皆さん、熱は6度6分っていうことでね、36度6分っていうことで、まあ平熱にはなってきてるので、もう本当にあとは下痢ですね。まあたまに皆さんもあると思うんですけど、お腹痛い時って気張るとさ、なんか変な汗出てくることないですか？まあその感じがずっと続いてるって思っていただければいいのかなって正直思っております。ちなみにですね、ツイッターではつぶやいたんですけども、昨日の夜かな、点滴を打たせていただきまして、点滴だよね、点滴を打たせていただいてですね、まあ、点滴打ったらですね、結構なんだろうな、元気になりまして、でもなんだろうな、本当に一瞬で朝起きた時はやっぱりまだなんだろうな、疲れてるっていう感じがしてですね、あ、まだ治らないのかなと思ってたんですけども、まあ本当に今ね撮影してるちょっと前にですね、まあ、トイレに行ったらですね、なんかもうまあ下痢は下痢なんですけども、まあいわゆるバナナって言われるものが出そうな雰囲気があったんですよ。僕の体感ですよ。多分皆さんに言ってもどういうことって思うかもしれないけど、そのバナナが出そうな雰囲気を僕のね体は感じ取ったので、すごい僕の体内でですね、みんなが頑張ってくれてるのがですね伝わってきましたね。だからですね、もう明日ぐらいにはまあある程度ちょっとずつまあ回復には向かってですね、まあ今日が本当になんだろうね、戦いの終わりに近づくんじゃないかなと思っております。まあでもですね、治るのにはね、まあ完治って言われても病み上がりっていうことで、まあ治っても2日ぐらいは安静にしないといけないっていうのがあるんですけども、まあひとまず、なんとか皆さんにはですね元気な姿、次は見せることができるのかなと思っております。まあこれからですね、今日は普通にまあこのサラサ R ですね、このこちらのボールペンを使ってですね絵を描かせていただこうかなと思っておりますので、皆さんですね、まあどんな感じのね絵を描くかというと、まあ僕の体内にいるですねウイルスをちょっとやっつけるっていう気持ちも込めてですね、ウイルスを僕なりの世界観で描かせていただこうかなと思っております。ぜひですね皆さん、最後の最後まで見ていただいてですね、僕と一緒にウイルスをやっつけていただければなと思います。まあ他の動画もですね、いろんな動画上げているので、ぜひよかったら過去の動画もですね振り返っていただけるとですね、いろんな世界観見れると思うので、ぜひよかったらおうち時間に見ていただければなと思います。ではね、早速ですが皆さんと一緒に最高のアートの世界入っていきたいと思いますけども、どんな世界になるのか僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。ぜひ皆さん、最高な一日にしてください。そしてですね、まあ健康が第一っていうことがですね、改めて正直僕もですね、まあ病気になってみてわかったので、皆さんはですね本当に手洗いうがいは本当にもうそうですけども、アルコール消毒もね絶対していただいて、発熱があったらすぐ病院に行くようにしていただければなと思います。では皆さんと一緒にウイルスをやっつけよう。で皆さん、また後でバイバイ。There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would.That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would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 .
talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.